外山光雄は、日本の映像作家。福岡県出身。2004年に東っぱなし、学園映画専門学校デジタル映画科を卒業し、フリーランスの映像作家として活動を開始する。2005年、僕らの風でデジスタアワードの映像部門グランプリを受賞し、注目を浴びる。その後、NHK で放送された星新一ショートで、さまよう犬と災難の制作を手掛けるなど、デジタルアート界で高い評価を受け、次の世代を担う若手映像作家の一人と目されるようになる。加えて、2008年2月1日に自身初となる絵本、難しい夜を発売するなど、映像以外の分野でも活躍の場を広げている。オリジナルのアニメーション制作をメインに活動している。作画では水彩絵の具や色鉛筆を使用しており、柔らかなタッチが特徴である。加えて、ピアノやアコーディオン、ウクレレなどの楽器を使用して奏でる自作の音楽や、わかりそうでわからない富山独自の言葉によって、宮沢賢治を思わせる幻想的な世界を作り出している。外山は自身の作品について、フランスやスペインのインディーズ映画から影響を受けていると発言している。ありがとうございます。